お久しぶりです。爆竹です。爆竹です。半年間ぐらいあったんですけど、まあ自分の好きな時間、自分の好きなことができる、時間が、まあ、あったと考えて、で、まあ、好きな本読んだり、見たいビデオを見たり、映画館にも行ったり、いや一人で映画館にブラッと行ったり本当ですよ。まあ毎日好きな酒飲んでました。俺とかはなんか結婚もしないんだけど、結婚おめでとうございますとかカードもらったりまあそれなりの年だからしょうがないんですけど、でもまだする気はないんでよろしくお願いしますあの誰か、あの俺でよかったら俺でよかったらもらってください。よろしくお願いします。あの逆玉残しになりたいんでこっちも今日は正月は、ゆっくり休みます他に来ない。ゾウに食って寝ます。ちゃんと名古屋の分取ってありますんで、チケットがちゃんとあのお買い求めください。よろしくお願いします。みんな5人とも満足、してます。ギター2人の絡みも素晴らしく、ベースの響きも素晴らしく、ドラムの、リズムも素晴らしく、そしてボーカルも素晴らしく、はい、とてもいいです。聴いてください。そうですね、今回の悪の花っていうアルバムは、まあ、すごくいいです。今までで一番なんていうのかな、自分たちが好きなことを全員でできたっていう感じがします。聴いてください。はい、今度はスタジオに遊びに行きたいと思います。で、今年の爆竹もよろしくお願いします。はい、スタジオに行って、コンサート行った時には、遊びに来てください。それじゃあ